いえい、地元の先住民の墓地でエロいことしてるよ。君が大学に行っちゃうなんて寂しいよ。大丈夫、金持ちの同級生に囲まれてもあなたへの愛は変わらないわ。あはん、うふん。なんだか君の手がいっぱいあるみたいだよ。ダワワン、やべえおっさんが覗いてるぞ。逃げろ。ぐへー。あべべべべ、ぐべぼべを怪しい。ぶり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 、ダワワン。トノマさんのひどさはもはや芸術の域に達してしまったのではないだろうか。ウサギ野郎のホラー劇場だよ。映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。チキンオブザデッド悪魔の毒毒バリューセット、2008年のトロマエンターテインメントさんの映画。悪魔の毒毒を名乗る映画は結構いっぱいあって、トロマさんの作品ではない偽毒毒映画も数多くありますが、純正トロマさんの毒毒作品を視聴する方が偽毒毒作品を視聴するよりもはるかに疲れますのでご注意ください。いにしえの昔からとんでもねえ Z 級映画を世に送り出し続けているトロマさんは、持ち味である邪悪さが練りに練り込まれてしまい、濃厚な反社会性とお下劣性が描くこの作品はもはや美しく輝く混じりっ気のないクソ映画の結晶。毒毒モンスターの時代から見続けているトロマ作品はついにこの境地まで来てしまいました。とにかく最初から最後までクソ汚ねえシーンオンパレードのぐちゃみそ悪ふざけストーリー展開、反社会表現や普通に放送禁止なネタがちゃんと制作された年代を感じさせてくれて良いですね。整合性のないストーリーや一貫性のないキャラクターなんてもうトロマ風物詩みたいなものです。わけのわからん役で出てきて歌まで歌ってくれるロイド・カウフマン監督の姿はちゃんと狂気を感じれて納得。それでは悪魔の毒毒モンスターのリメイクの話は今どこまで進んでるんだろう。ネタバレ。おや、ここは確か僕たちが初体験したトロマホーク族の埋葬地だった気がするぞ。大手チキンのチェーン店が土地を買収したのよ。私たちは悪の企業の進出に反対だわよ。うおー、トロマホーク族の族長も怒ってるわよ。ゲロゲロゲロ。すでに大部分が見るに耐えません。おい、大学に進学したアホヒロイン、その女は誰だ。私の彼女よ、大学で目覚めたのよ。今はチキンを救うためのデモに参加してるわ。くたばれこのアホ。くっそ、この気持ちを歌ってやる。ミュージカル映画なのでたびたび歌が入りますが、基本無意味なので割愛します。すみません、僕をここで働かせてください。よし、気に入った。これがユニフォームだ、働け。いらっしゃいませ、受付嬢です。お前たちはとんでもないところに店を出店してしまったぞ。命が惜しければ今すぐ立ち去れ。フライドチキンセット一つ。私はこの店のオーナーの将軍だ。私のチキンがいかに安全かを歌で表現します。割愛します。あなたはファストフードダイエットで有名な人。どうもどうも、ヘルシーメニューでお願いします。はい、こちらおすすめセットです。ブリ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 、ダワワン、ここは止まらねえ。おかげでスリムになりそうだ。全くお見せできませんしよ。食事中のご視聴はよほどのトロマ通の方以外はお控えください。私は突然出てきた未来の主人公の姿だ。少々的なキャラクターかと思いきや、すげえあやふやな存在だ。こちら監督のロイド・カウフマンさんです。しょっちゅうパンツ見せてくれます。ダワワン、ミンチマシンにゃしようとしたらなんか知らんが巻き込まれた。すみません、ハンバーガーの中にが入っていてしてしまったのですが。すみません、すぐに取り替えます。アホ小学生の考えたネタをそのまま映画化したみたいな素晴らしい作品ですよ。お前はアホの同僚、どうしてハンバーガーの姿に。大変なことが起きてるから助言しに来たぞ。先住民の悪霊とフライドチキンにされた鳥たちの悪霊が合体してとんでもない悪霊になった。気をつけろ。でも一つだけ弱点があるぞ。お前は一体どういう立場になったんだよ。ダワワン、チキンをしてたら俺のチキンが食いついた。ダワワン。よし、この特製チキンをデモしてる奴らに振る舞ってなんとか味方にしよう。一体誰がそのクソ汚ねえチキン食べるんだよ。まあ、なんて美味しいチキンなのかしら。特にこの緑色のスパイスが最高ね。ダワワン。ヒヒヒヒ、うまくいったわ将軍。さあ一緒に
しましょう。ちょっと彼女、企業とグルだったのね。だわわん。お客様たちがみんな大量にゲロ吐いてしまっているじゃないか。よくこの量のゲロ用意しましたね。くそー、うちのチキンは安全だ。今から私が食べて証明しよう。パク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 。だわん。わあ、お客様たちがどんどんチキンゾンビになっていってしまう。お見せできません。お見せできません。お見せできません。だわわん。いつの間にか街中チキンゾンビだらけよ。だわわん。閉店です。だわわん。やりすぎ描写の中にたまにクソくだらないネタを挟み込むんじゃありません。絶対絶命だわわん。もうダメだ。おい、ご存知未来のお前だ。こんなことで諦めるんじゃねえ。意外と活躍しちゃう店のマスコットのぬいぐるみ。しょっちゅうパンツ見せちゃうカウフマン監督。急に出てきて助けることになった子供。おい、と。が大好きだった同僚、最後にお前たちの一つだけある弱点を教えてくれ。実は。そして物語は案の定以上のむっちゃくちゃになってとっても楽しかったです。星、いや謎の脈打つ汚ねえ卵5個。終わり。